こまどりうどんです。日南市にあります。はい、美味しいんですよね、ここのうどん。ごぼう天がね、美味しい。他も美味しいのがいっぱい。カツ丼も美味しいね。何食べよう。うどん食べに来たつもりだったんですけど、カツ丼がね、ちょっと食べたくなっちゃいました。天ぷらまん丼もいいけどね、まあ、今日はカツ丼もいただきましょう。はい、カツ丼来ました。おお、美味しそう。これ美味しいんですよね。味噌汁付きです、はい、漬物もあります。おいしい。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、うまい。これで700円も安いんだよな。お汁、うん、美味しい。マイコシェフです。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ご飯はね、先に多めに進めていきます、はい、そうすることによってね、最後にちょっとだけのご飯にかつ3切れ2切れみたいな喜ばしい状況ができます。クッキングパパの主人公荒岩さんがね、部下の田中さんの食べ方がこれです。喜ばしい状況、うまい、はい、これが喜ばしい状況、喜ばしい、非常に、うん、美味しい。はい、食べきりました。美味しかった。いや、美味しかった、美味しかった、美味しかった。また来ましょう。はい、こまどりうどんさんでした。